はい、どうもインディです。ですね、今日ですね、ゲオとワングに遊び行ったんですけど、で、バイオハザード7か追放選挙で悩んでいたところ、新流行りが3つを買ってまいりました。ですね、新品なんですけど、50% オフだったんで、なんかサントラとかもついてきました。つわけでね、やっていきたいと思います。はい、ですね、ツイッターで旧作の流行り紙1から3までと新2どっちがいいかって聞いたところ、こっちが多かったんで、っていうのもありまして、はい、なんかちょっとだけ知ってんですけど、なんか2年後さきちゃんが27歳になってるみたいですね。25だったんですけど、なんか見てわかると思うんですけど、大人っぽくなってるよね、随分。まあいいや、あんま長くやってもあれなんで、始めていきたいと思います。髪型が、いきなり BGM いいですね。友達のフレンドオブ、なんだっけ、オブはフレンドだっけ。まあいいや。いつものやつだな。マスクをした口裂け女、やっぱそうか、メジャーですからね。ひどい人を受けて手をする。全然違うじゃん、幸せそうな格好。なんかいろいろ混ざってませんか。穴開けられる。混ざってるよな。まあそんなもんなのかも。伝言にちょっと失敗。あ、さきちゃん。めっちゃ大人になってる。2年しか経ってない。なんだこの貫禄は。旧作のキャラはなんか出てくるのかな。公式のキャラ紹介だけちょっと見たんですけど、いなそうでしたね。先生とかもねえ、あれですよ、美鈴さんとかも、隼人さんとかもな。
めちゃくちゃ迫力ありましたね。ムービー鑑賞丸々女前編、前編とかなんだ。なんか半分こっていうのがすごい気になったんだけど、絶対やばい話でしょ。うん、10年、あれじゃないよ、完全にもう多重人格探偵最後の過去編じゃん。私さきちゃん髪伸びた？うん、なんかすげえ色っぽくなっちゃって、本当に変えませぬ。変えられるんだ。前って変えられたっけ。まあいいや。志村他県、地域課に勤めて、うん、やっぱそうそうそう、2年経ってるみたいなんですよ。あ、関本先生か。あー、うん、これがあれか、静止になってる感じなのか。まあそうだよな、メインシナリオだったしな。はい、データベース、うっす、うん、惨劇怖かったです。ラスボスは可愛い、うん、ストーリーの進め方によって登録されない、うん、なんかバッドエンドじゃないと増えないやつとかもあるしね。いや、それにしてもねえ、スキマログのね、追加データベースまた100やっとなんか出てくるんですかね。毎回あれですからね、かなり重要な、うん、あー、ちょっと待って、ってことは隼人さんとかもうあれか、みんな死んじゃってる状態なのか。なんてこった。うん、まあな、一人になっちゃったからな。昇進、まあ力が働いてるな。上ですか。うん。G 県岐阜。うん。キーワード。うん。ちゃんとあれ教えてくれんだね。うん、後ほど。うん、知り合いもなかったと。なるほど。まあ仕方ないっちゃ仕方ない。うん、なんか都市伝説がね、命を持ったみたいな感じの事件でしたからね。 T 地方、うん、K 川、 N 川、 I 川、そんなに川があるんですか。木戸川わかんねえ。エッジ山脈、なんだエッジ山脈って。わからん、考えても、ええー、国内最高気温 40.9 S 県埼玉。へえ、
うかいにあゆいに、うん、何あれ、引き馬、引き馬じゃね、牛、読めない、あれなんて読むんですか、全然わかんない、漢字がわからない系です、漢字がわからない系男子、うん、なるほど、捜査一課、地下とかじゃないですか、大丈夫ですか、うん、あっ、あ、 BGM 懐かしい、この BGM、おお、120点。まあそうだよね。なんかガヤガヤしてるし、忙しいんだろ。本当に来ちゃったよ。うっ、なんだこの人。ぬくみずさんみたいなのがいる。面倒事が嫌いな田中一郎かわい、あのちょっと山奥の雪山のペンションとかにいませんでした、課長、これまあ、はあ、トップ、はい、早いっすね、うん、その事件のせい、副本部長、上からの命令か、ほほ、なるほどなるほど、うん、貧乏くじみたいな、目の視点があってね、焦点、絶対来る、まあな、そうだよね、そんな感じするよね、解決のために、まあ確かに、うん、お、田中一郎、中間管理職の課外、どうかと思うんだけどね、へえ、そこまで、どっちもでしょう、うん、諦め、男、うん、気合入りまくりだろ、あのオープニングにいたやつか、めちゃくちゃ気合入ってるな、絶対茨城だ、茨城出身だ、警察にヤンキー、うん、そうだな、うん、アイゼン、アイゼンって言うんだ、ブリーチ、リーゼント、かっこいいよな、うん、おう、桑原、
女なんて勘弁、こいつあれ、女に免疫がない。多分可愛かったからだろ。アイゼンセナ、かっこいい。25歳、2個下なんだ。アイゼン妙、なるほど。え、でも歌舞伎町、ああそうね、それはしゃあないね、親が。世界最速走りや。見た目通りじゃねえか。絶対どけんだろうや。なんとなくでも隼人さんと近いものは感じるけど、もうちょっとなんかあれだけど、ヨロピク、クワバラ、クワバラ、面倒ごと、コピー取り、ほう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 、お、いいね、カレッジポイント、冷静な判断。毒スポなんか使いまくればいいってもんでもねえかんな。博愛によって異なりますよ。よし、これあれだな、舐められちゃいけねえかんな、出だしから。いきなり使ってきます。勇気ある決断。ほほ。いいね。はえよ。使ったやつ、まあいいや。うん。分岐ツリー。はい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 。うん。分岐ツリーっすね。ふん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 。便利です。昔はこういうのなかったからね、昔のゲームは。うん、うん、ファーストインプレッション、データベース、まだそうだよな、推理どっち、この後出てくるんだろうな。なるほどね。スタートなんかあるないの。うん。ああ。うん。ハヤトさん。うん、なんか殻にこもっちゃったんだな、すっかり。うん。ああ。
なんかこの人、女の子に慣れてない感が。聞かされてないんだ。一度も会ったことがない。なるほど。まあな。お、都市伝説。名前だけで姿見せねえ。副本部長っつのも気になる。スパイ。なんだそりゃ。面白いな。広角機動隊みたいな。まあな、なんかあんだべな。まさか課長？いやいや、そんなはずは。しっくりきた。セナ君。本当だ、赤くなってる。絶対スピード超過するだろ。世界最速の男。なるほどな。なんで警察やってんだろう。ああ。やれやれと。年上の言うように。そんな余裕でもなかったな。トンネル。超有名都市伝説。この言葉には。今はるかが見えた気がする。トレンチコートの姿の女。さっきなんか口裂け女とかいろいろごちゃ混ぜになってたやつ。
絡んでる。一家か。なるほど。同一犯？手口が似てるとこ。女にまつわる都市伝説。ああ、口裂女とか、なんとか女みたいな、そういうシリーズ。事件の詳細、都市伝説の詳細、どっちにしようかな。あべ、こっち聞きたい。まあね。あ、ひきこさん知ってる知ってる、都市伝説だね。トレンチコート、メリケンサック、三本足の人形、ヒキガエル、ヒキガエルがどうのっつってなかったっけさっき。三本足のリカちゃん人形ってのあったな。へえ。人形息吸ってる女とて、怖え。ギョロリ。怖すぎるでしょこれ。ちょっと彼女が引きずって小学生、怖っ。やばいな。いやー、こんな話なんだ。名前は知ってたけど、こんな感じなんですね。ああ。確かにあるね。ちょっと分厚めのやつ。なるほど。復讐。まあね。引き返る。ああ。虫やカエルを食っていた。大事な友達。ああ。怖くて。いろいろあるんだな、弱点。まあ、確かに。都市伝説めっちゃ詳しいな。なんかあんのか？なんかあったんだな、こいつはこいつで。
引きこさん4つ。第一の事件。全身をボコボコ。10歳。異常だな。髪の長い長身の。うわー、ちょっと待って。でっけー。うわー、ちょっと衝撃的だったな今の。ベンチの下の隙間男みたいな、なんかそんなんは聞いたことある。いや、ここで使うあれじゃないしな。もうすでに一回使っちゃってるしな。まあね、死んないっつったって、素直に聞けばいいんじゃねえか。別バージョン。そうそうそう、それそれそれ。アメリカンと時代。ああ、炎なんかあれでしょ、ちょっと出ようよっつって、ほんでなんか下にいたっつって、目があったとか、炎持った男がみたい。包丁か。まあよく聞きますよねこれは。そうそう、斧、俺が聞いたの斧だった。ベンチの下のカップル。雑誌。うわー、だからあれか、都市伝説がごちゃごちゃになっちゃってたのか。ピアスの白い糸。これなんかあれでしょ、引っ張るとなんか目がグリーンってなるんだっけ。なんかヌーベイでなんかあったな、そういえば。こんなカオルさん。はあ、違ったな。ほんとに全部くっついてたんだな。眼帯。怖え。見つかっていない。いやー、食っちゃったんじゃねえの。うわー、鹿島さん、鹿島玲子。足を切ってくる。
うん、20代 OL、 あら、なんだよ、またうわー、かわいそうに、男性、うん、被害者女、また女だけか、3、4は女がやられてる、うん、うん、怖すぎるでしょ、確かに。引き子さん。うん。うん。トレンチコートの髪、長い髪の女。うん。ブラインドマン、うん、まあ確かに、こんな時に先生がいてくれたらな、うん、まあイメージ的にね、うん、ん、怖い話をしてみた、これ聞きたい、怖い話もしてみたいけど、この人多分ビビんないでしょ、うん、うん、うん、そこだね、意外にも、うん、熱いな、確かに、こいついいやつだな、ああ、心を許しそうになってしまったのか、うん、あれだね、悪霊編のはるかみたいな感じだな、ああでもまあ、うん、本当にそうだよな、一緒だよな、あれはでもちょっとあれだったけど、うっす、引きずってるわけか、まあそりゃそうだよな、
はい、というわけで、切りが良いので、ここで一旦切りたいと思います。あ、データベース、見てみますか。ファイル、2個か、まだ2個しか出てないのか。都市伝説。そもそも都市伝説とはどういうものなのか。辞書的には、苦笑される噂話、苦笑でいいのか、あれ。根拠が曖昧不明である。確かし。エドガール・モラン。ハロルド・ブレンバン。キエル・ヒッチハイカー。なるほど。友達から友達へ伝える。生き物が成長、進化していくかな。まあ確かに。都市化した現代という意味合いで、かつての民話などを区別しているという。ああ、そういう、そうなんだ。関係ない。なるほどね。そういうことなんですね。81、ブラインドマン事件出たー。これは、あ、長そう。志村。両目をえぐる。恐ろしいよな。関本。ああ、先生。先生の、結局殺人を犯してしまった、違うな、容疑にかけられた事件、あれはもうちょっと掘り下げてほしかったんだけど、個人的には。大多数が死亡。観光例。誰か来たようだ。これはフラグですね。持ってるな。じゃあ、この辺で終わりたいと思います。お疲れ様です。面白そうっすね。